こう今必要なものとかあったらいいなっていうものをチョイスして宝箱に入れていただきたいわ。そんな都合いい宝箱なんかないと思うけど。誰かの他の3人との好きレベルをそれぞれ10以上にしよう達成。こんなの前あったかな？セカンドじゃないわ。シーズン1の時、ちょっとよく覚えてないんだけども。はい、じゃあとりあえずこの組み合わせでいきましょう。あと一人欲しいな。はい、続けます、当然ながら。はい、じゃあ料理で、お任せー。あ、でもみんな結構いい感じやけど。見えてないところではなんか何かしらあったっぽいね。音で判断する人。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレットエナメルの翼が欲しいです。これはミラさんかな多分。来い。来い来い来い。ペア旅行券 S クラス。いや、しかし、ペア旅行券がひょいひょい当たるっていうのもすごいことのはずだから、さあどうしましょう。ててはっ。あゆなやん。それじゃあバカンスへ。レッツゴー。いや、クルミンはいいんよ。クルミンはいいんだけど、あゆな、お前はバカンスなんかに行ってるんじゃない。しかし、たまたま同室がクルミンだったということで、二人は旅行を楽しんだ。よきよき。すっごく良かったね。うん、夢みたいだった。楽しそうで何より。すごく好き。はい、そして、さ、お金はどうかな？一人。全然足りてない。やばい、お金が足りなさすぎてやばいぞ。さあ、それじゃあ、発言をしてくれた子と一緒に行こうかなと思います。はい、じゃあこのメンバーで行きます。ゆうかさん、キャンディーさん、プーさんで。よーし、行くぞー。あ、外に出てきた。もうすぐやん。もうすぐ大魔王の城や。早。はい、火山の山頂。なんだかんだちょっと早かったような気がするな。まあ、一回目、クリアしとるけん、二回目はちょっと、一回目に比べたら楽やったんかもしれんけどね。あれが大魔王の城。行こう、三人の仲間を助けに。そして大魔王を倒しに。行こう。走るの辛いよ。とりあえず、ここにね、探検家がおったけん、ちょっと話を聞かなければと思っているのよ、私。ちょっと待って。慎重になりすぎ。その間にみんながやっつけちゃうよ。慎重という名のサボりじゃないよね。それは辛すぎる。お、準備完了？一匹はやっつけた。あと一匹がちょっと。ちょっと待って。大丈夫。多分2回目、次の出番は来ないんじゃないかな。え、来るかな？わかんない。あ、ほら、来なかった。余裕だね。ゆうかさんが出る幕もなくという感じ。1回目出たけど。筋肉痛になりそう。なんかね、まだ全然お金が足りてないけんね。みんなもうちょっと落としてくれてよろしくってよ。あ、1020ゴールドゲットやったね。あざす。あざす。ん？下に向かって行きよる。靴下穴開いてる。そういう時に人の家に上がる時とかはね、めっちゃ気になるよね。悩む探偵か税金。むむむ。それにしてもここ暑いな。服も帽子も後でベトベトだよ。脱いだらすっきりするかな。どうせ誰も見てないし。よし、脱ごう。こっちに人がいるよ。わあ、君は。僕だよ。探検家の税金だよ。こんなところで会えるなんて。
記念にいいことを教えてあげる。お宝を求めるのなら見えない道を行け。有名な探検家の言葉なんだ。じゃあまたどこかで。見えない道。宝箱とかなんかあったっけ？あったんかな？全然覚えてないけど。はい、好きレベルアップ。結構気になる。二人は気遣いを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？そうやってみんなで協力していこう。お。みんなの様子。はい、お二人さん。この部屋のルールを決めよう。いいね、賛成。部屋を散らかさないこと。当然だね。部屋のものを壊さないこと。壊さないよ。部屋を爆発させないこと。私を一体何だと思ってるの？ま、小悪魔だから。皆さん、小悪魔だから。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。はい、それじゃあ料理を。お任せで。めっちゃ飛び上がった。皆さんめっちゃ飛び上がった。はい、ゲームコーナーのルーレット。宝玉の杖が欲しい。これは誰？キャンディーさんかな？宝玉の杖。多分、雰囲気的に。なんとなく。特上マミージャーキーゲット。イェーイ、激レア。なんかさっきいっぱい手に入れた気がするけど。はい、そして。お小遣い。さあ、武器の方先に行っとこうかな。いけんかった。じゃあ、服。いけない。どっちにしろいけないやないか。くそー。はい、それじゃあ出発します。さあ、今回は、じゃあ誰が行く？ミラさん。はい。そして、クールボン。あと一人は。お、プーさん。行きます。ごめんね。早いもの順だから、やる気あったかもしれないけれど。はい、先に進んでいこう。クイズマンがおる、今度はこっちに。いっかー。クイズマンめがけて頑張ってこう。やっぱフィールド上にそういう遊び心は必要。大賢者マリア行っちゃったね。寂しいな。心細いな。大賢者なんていなくても大丈夫。このクルボンがいるじゃない。寂しいな。心細いな。聞いてあげて。クルミーがせっかく寄ってくれてるのに聞いてあげてよ。クルボンどんな気持ちなのかな。確かに。シーンってなってたもん、さっき。辛い。あ、でもこう見たらグリフォン小さいな。ね、小さい小さい。いまいちちょっとね、大きさがよくわからんけど。あ、でもミー自体がさらに小さいんか。ミーもうちょっとでかいもんやと思っとった。やけん。グリフォンがでかく見えるのね。そういうことね。弱点を攻める。いいよ。冷静でいいよ。いけ。慎重に行動しても、すぐに結果は出ない。レベル上がりそうなんやけどな。むむ、ミラすごかった。何、なんかそんなすごいことあったっけ。はい、開けます。特上ゴブリンのハム。もうなんかこういうさ、お金が少ない時には全部の宝箱の中お金でいいと思うよね。こう今必要なものとかあったらいいなっていうものをチョイスして宝箱に入れていただきたいわ。そんな都合いい宝箱なんかないと思うけど。辛料理、相変わらずの。ほら、堪忍袋爆発されたやん。そりゃ不満もたまりますよ。嫌な扱いばっかり受け取ったらね。辛いわ。
どう見ても違う。圧倒的に違う。どういう仕組みで回復してるんやろあれ。みんな超回復しまくるんやけど。お、いいぞいいぞ。ペロペロ。はい、 MP 回復。いや MP 大事よ、ちゃんとね。みんなもちゃんと舐めてね、じゃないと技が出せなくなってしまう。でもみんな意外と減ってないんよね MP。 なんでそんな減らないの。技出しまくってないの。バシバシ叩き寄るだけってこと。技使ってくれても大丈夫よ、全然。回復魔法とかそういう感じの技しか使ってないってことかな。攻撃はそんなに。お、ゴムが3匹も。これはお互いにみんな触発されて爆発しまくるんじゃないの。はい、来た。え、え。あー、ほら来た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 。やったね。どうだ。いや、よかった。今のめちゃくちゃよかったよ。はぁ、緊張した。こっちまで爆発にも巻き込まれるんじゃないかと。ありそうな感じするもんな、こっちまで届くみたいな。はい、それじゃあ、どうした。キャンディーと仲直りしたい。お、それはぜひとも仲直りしましょうよ。はい、ここね。てか仲直りしてなかったのね、まだ。キャンディー、ひどいことしてごめんね。またキャンディーと仲良くしたい。私も。うるうるうる、ありがとう。あゆな、お、これでムカムカ終わり。あゆなを許した。ありがとう、心優しきキャンディーさん。ありがたいよ。はい、それじゃ料理をお任せで。さあ、どう？びっくりした、死んだんかと思った。飛び上がるほど美味しかったのね。ミラさんが端っこでちょっとお亡くなりになってるけど。はい、それじゃあ、ゲームコーナーでルーレットウェディングブーケをください。最近、最近というか、ここ数回ほどずっとお金が足りないの。お金がめちゃくちゃ足りないから武器か防具が欲しいんだ私。あー、 MP やめ、1個全然だな。全くすぎるな。まあ、大事なんやけどね。 MP やめを1個ゲット。はい、それじゃあ、お小遣いは、じゃ武器の方行く。ゆでたこの玉かわいい。めっちゃかわいい。柔らかそうやけど大丈夫かな。まあでも強くなるけんね。はい、これで行こう。持ってるの見てもやっぱりかわいいな。で、キャンディーさんが欲しい服は、光の衣も足りない。足りないよ。え、もう料理2個しかない、やばくない。え、やばくない、2個。どんだけやねん。はい、それじゃあ次。キャンディーさん。キャンディーさんとプーさん。そしてピッコーちゃん。さあ行こう、この4人。行きます、行きます。さあ次、クイズマンや。ふぅ、久々のクイズ。ちょっと待った。はい、待ってました。いつまでも遊び心を忘れない。ご存知、ミスタークイズマン。君の記憶力を試してみよう。今日のクイズは、覚えてパレードをやります。それでは、レッツクイズ。はい、覚えてパレード。通り過ぎる人々をしっかり覚えよう。チャンスは一回。さあ、行ってみよう。さあ、来い。はじめ。ふん。難しいんだけど。難しいんだけど。なになになに、
通り過ぎたのな。わかんない、数えてない。何 ?6 人。あー、よかった、正解。めっちゃ適当やけど。あの人の特徴とかを覚えよった、私。マジか。君には参ってよ、これをあげちゃおう。ゲーム券を3枚ゲット。ではまた会おう。ふぅ。勘で当たってしまった。まあそういうのもね。あるよね。しょうがない。さあ、あとちょっとや。行くか。ノリノリ。羨ましい。ね、ノリノリで大魔王の城に向かい寄るのはすごい。ねえ、プーってさ、決め台詞ある？決め台詞。プーさんの決め台詞は特に。やっぱり思いつかないや。そっか、残念。なんでそんなにうなだれる？転ばないで。暗くなってきた。さっきからずっと暗いけどね。バーベキューだ。いい感じの夕焼けかなーって思ったけど、全然やね。これも焼いてみようって大丈夫？さ、食べるのは、はい。キャンディーさん。ドキドキ。さあ、どうなるか。美味しいのー、ずるい。めっちゃずるい。しかも体力減ってなかったのに。なんてこったい。やがて夜が明けた。夜が明けても周り変わらないからな。火山やもんね。出発。で、またこの後あれやろ？宿屋に泊まるんやろ？休んでしかないんですけど。HP バナナを3本ゲット。余った HP バナナは宿屋に送った。ほら、やばくない？もう空の色とかさ。下の方の、火山？マグマ？の色？もやし。やばすぎる。やめてよ、なんかお吸い取っていきそうな感じの。くっ。お、大丈夫？ありがとう！ピッコーちゃん優しい。そんなね、一番遠く離れた場所からやってきてくれるっていう優しさ。いいよ。拗ねないでよ。みんないい感じだから拗ねないで。メガキュアー、ありがとう。そう、キャンディーさんの今の行動みたいに全体を見て判断していただきたいです。おし、いいぞいいぞ、やったね。はい、宿屋に着いた。ちょっと前にテントで休んだばっかりなのに。まあ、でも野宿は辛いけん、やっぱりベッドは必要なんかな。いや、ベッド、でもこれ、あれよね、普通に布団よね、多分。はい、続けます。ほい、それじゃあ、料理を、お任せでー。あ、そっか、二人分しかないんか。はぁ、料理がない。なんでみんな食べてないのって今一瞬思った。そうだ、ないよ。どういうこった？はい、みんなの様子。プレゼント？なになになに？買ってきた。あげるよ。フィックルはクレボンにプレゼントをあげた。もらいます。ありがたい壺。ご利益はあるんだろうか。悪くない。悪くないのね。クレボンはまあまあ嬉しそう。マジでなんか騙されて買わされてとかじゃないよね、フィッコーちゃん。クレボンを好きなエナがこっそり見ていた。悔しい。アイナはフィックルに嫉妬した。大丈夫よ。三人で仲良くすればいいでしょうよ。そういうのはね。はい、それじゃあゲームコーナーで、ルーレットスタート。さあ来い。
ボロボロの装束は来ないか。あ、MP 雨っぽいな、これ。ですね。ですね。はい。もらっていきます。はい、そして、お小遣い。お小遣い別に大して増えてないよね。ハートの槍。あー、あと300円ほど足りない。よし、今回は頑張ってもらおう、まだまだ。はい、ってことで、さあ、今回行くメンバーは、はい、ゆうかさん、くるみん、ぷーさん。よし、行こう。さあ、大魔王の城にいよいよ行くというところで、はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もういよいよ最終章って感じやね。いやー、長かったようで短かったようでよくわからんけど、大魔王の城行こう。